健康な体と美しい顔を親からもらった義雄は、やんちゃで勉強もトップを取る人気者でした。夢のような青春を謳歌していた高校生の義雄は、突然地獄へ突き落とされます。大事故により全身やけどで、過去の自分を失う悲劇はあまりにも残酷でした。死んだ方がましだと何度も死を願い、運命を呪い、人間を憎み、孤独と絶望のどん底に突き落とされます。身も心もボロボロになりながら、一つ一つ悲しみを乗り越えていく義雄の姿は、命そのものを持つ力を呼び覚まします。完全な人間なんていない。一人一人が不完全だからこそ、私たちは支え合い、助け合い、愛し合う。だからこそ、みんな一人一人がかけがえのない存在なんです。この物語は義雄だけのものではありません。あなたにも人には語れない悩みがあったはずです。もう越えられない、もう死んでしまいたいと思った過去があるかもしれません。もしかすると大きな試練が未来で待ち受けているかもしれません。あなたが悩み、傷つき、倒れ伏した時、どうかこの物語を思い出してください。この物語はあなたの物語でもあるのです。私は大地、私は大空、私は月、私は太陽、私は花、私は鳥、そして私は夏の道を目の前にして、自分自身が迷った時は、道端の石をめくってごらん、そこに私がいるから、自分で積んだ不幸の壁に閉じ込められて、怯える夜は星を見上げて話してごらん、そこに私がいるから、私とあなた隔ててる線が消えてく、私たち同じ愛から生まれたの。私は涙、私は笑顔、私は孤独、私は怒り、私は祈り、そして私はあなた。世界は燃えていた。視界すべてが太陽のように発光し、炎が俺を飲み込んでいく。俺は一体どこにいるんだ。俺は一体何をしでかしてしまったんだ。1988年、
16歳の俺は無免許でバイクに乗り夜の街をすっ飛ばしていた。俺は地元では有名な悪だった。誰も俺には逆らわない、誰も俺には勝てない、世界は俺のために回っている、そんな自信に満ち溢れていた。おい、ノロノロ走ってんじゃねえよ。交差点で前の車3台が邪魔だった。俺はアクセルをふかし右側から追い越しをかける。その瞬間だった。一番前の車が右折する。やべえ、ぶつかる。目を開けると目の前は黄色だった。バイクが燃え上がり俺は全身炎に包まれた。顔を覆った炎を両手で振り払う。熱いよ。おい誰か助けてくんねえのかよ。俺は力尽きて崩れ落ちていった。ピチャピチャピチャ、水をかけられる音で意識が戻った時、痛さや暑さにとてつもない不安が襲ってきた。俺は一体どうなってるんだ、生きてるのか。死ぬことへの恐怖で目をつぶったまま必死に自分自身に声をかけていた。このまま寝たら死んでしまう、寝たらダメだ、死にたくねえよ。人が怖くて自分が嫌で動けるくらいすくんだ時は年老いた木に触ってもらう。そこに私がいるから、病の床で定めを呪い死の足音に怯える夜は自分の胸に触ってこない。そこに私がいるから、私とあなた抱き合えば一つに溶ける。私たち同じ愛から生まれたの。私は大地、私は太陽、私は花、私は鳥、そして私はあなた。私は支援、私は学び、私は光、私は命、私は愛、私は神、そして私はあなた。よしよ、よしよ、誰かが俺を呼んでる。俺は生きてるのか、これは悪夢なのか、ここはどこなんだ、なぜ目が開かない、体が動かない。よしよ、聞こえる。返事をしようとしたが声も出なくなっている。俺は聞こえてることを分かってもらうため体を少し動かした。すると母さんや家族の、吉尾が動いたよという声が聞こえる。
俺は心の中で叫んでいた。生きてる。俺は生きてるぞ。全身の 41% に深い火傷を負った。全身の 50% に火傷を負うと命が危ういというから、まさに生死の境目だったのだ。削ぎ落とした皮膚は 1.5 キロもあった。全身のガーゼを交換する時間はまさに地獄だった。消毒をするときは傷口を体合わせで擦るような激痛で、ギャー、いつも病室には悲鳴が響き渡っていた。この頃、家族は担当医からこう告げられる。手はダメです。顔もダメです。元通りには戻りません。目が見えるようになり、治療中にガーゼを剥がしたときに自分の手を見た。え、なんだこれ、これが俺の手か、これが人間の手か。それどころか指先まで腐って溶けてしまっている。ホラー映画出てくる怪物の手のようだった。俺は慌てて看護師さんに聞いた。この手は治るよね、綺麗になるよね。答えてよ、治るって言ってよ、治るって言ってくれよ。看護師さんは下を向き黙ったままだった。手がこんなんだったら一体顔はどうなってるんだ。初めて死のうって思った。こんな姿で生きていくくらいなら死んでしまおう。ベッドは窓際だから、窓から身を乗り出して落ちれば死ねるだろうか。カーテンレールに紐を引っ掛けて首を吊るのは無理だろうか。しかし寝たきりの俺は動くことさえできない。全身の力を込めて舌を噛む。柔らかい肉に前歯がギリギリと食い込み、血がにじむ。しかし顎に力が入らず、噛み切るまで至らない。それには死ぬことさえも許されないのか。死と隣り合わせの毎日が始まり、屈辱、不安、恐怖、痛みが次々と襲ってきた。見舞いに来てくれた人たちの言葉に腹が立つ。生きててよかったね、生きてればいいことあるさ。お前らこの苦しみが分かるのか。こんな怪物のような体になってまで生き続けなければならない俺の絶望が分かるのか。もしも神様ってやつがいるなら答えてくれ。俺はなぜ死んでしまわなかったのか。どうして生き続けているのか。俺よりひどいことをしてきた人間を野放しにして、なぜ俺だけがこんなに辛い仕打ちを受けるのか。誰か答えを教えてくれよ。